とりくくんみたいに、いや恋愛関係がどうなんだろうみたいなのは本当に全くないんですけど、お互いに。あと、気持ちがあって。そうですね。はい。すいません。マイナビニュースをご覧の皆様、こんにちは、しださらです。まず台本をいただく前に久保美澄さんの原作の方を読んでいたんですけど、その原作の方を読んで涙が止まらなくなってしまって、やっぱりなんていうんだろう、陽の強い部分も弱い部分もなんかすごく愛おしくてすごく素敵な作品だなっていう風に思っていたんですけど、台本をいただいてその素敵な世界観にさらに今泉さんの色が加わって、より素敵な作品になっていたので、あ、この作品に用として携わらせていただけるっていうのが本当にありがたかったですし、嬉しかったです。今までは結構台本に書かれていない部分まで役を深く考えることが多かったんですけど、今回はすごく繊細な10代の女の子の役だったので、その繊細さを出すにはどうしたらいいんだろうなっていうふうに考えた時に、あえていつもみたいに深掘りするのではなくて、特に何も考えずにその場で感じたことをそのまま言葉にして伝えていった方がその繊細さが出せるのではないかなっていうふうに考えて、家族の関係性だったり、その父との関係性とか、新しい母と妹との関係性とかについては考えてから行ったんですけど、セリフの言い回しだったりとか、このシーンはこうしようとか、そういうことは全く考えずに、ただただセリフを入れていって、その現場での相手とのやり取りの中で感じたことをそのまま表現するようにしてました。やっぱり不安が全くなかったわけではないんですけど、でも今泉さんとはもう今までに何度かご一緒させていただいていて、現場の安心感もありましたし、すごく信頼している監督だったので、今泉さんがいらっしゃるからきっと大丈夫だと思って、すごく心強かったです。監督へのご信頼、はい。ちょっとごめんなさい。すいません。レイキングカットの。はい、すいません、失礼しました。ここからっていうね。はい、それこそ、りくくん役の鈴鹿央士くんは、今回の過疎劇参加用もですし、その次にドラゴン桜でもご一緒させていただいて、そのドラゴン桜中も結構お芝居について悩んだ時とか、王子くんに相談させてもらったりとか、次のシーンこうしようと思うんだけどどう思うとか聞いたりとか、結構そういう、ま、悩みとかも打ち明けられる存在ではあるので、そこもこのりくくんと陽の関係性に私たちも実際近いのかなっていうふうに思います。関係性をちょっと重ねていける部分もあったのかなっていう感じですかね。はい、そうですね、まあ、陽とりくくんみたいに、いや恋愛関係がどうなんだろうみたいなのは本当に全くないんですけど、お互いにちょっと事務所があって、そうですね。でもなんかそこが全くお互いにないからこそ仲良くできてるっていう部分もありますし、すごく信頼しているし尊敬している俳優さんなので、なんかそんな素敵な俳優さんが同い年で身近にいてくれるっていうのはすごく刺激ももらえますし、ですね、大切な存在だなと思います。要は母が
幼い頃に家を出てしまって、それから父と二人暮らしをしていて、学業と家事の両立をしている女の子なんですけど、ある日突然父から再婚することになったというふうに告げられて、新しい母と妹との4人の暮らしが始まるんですけど、慣れない環境に戸惑いながらもまっすぐに前に進もうとしている前向きな女の子です。今なかなか映画館に行くのも勇気のいるご時世ではあるんですけど、でもこの作品はそんな今だからこそぜひ届けたい、届けるべき作品だなっていうふうに感じていて、人の温かさだったりとか人を思いやる気持ちの大切さに改めて気づいていただける映画だと思うので、ぜひ加速劇3回を見て優しい気持ちになっていただけたらいいなと思います。10月15日ぜひ劇場に足を運んでください。ありがとうございました。